何でもいいので自分で自分のことを10個褒めてください。そうですね。まあ、一つ目は、料理が上手なところですね。二つ目は、悩みすぎない。なんて言うんだろう。楽天家ですね、結構。三つ目は、服のセンスですかね。あ、今ちょっと仕事着なんですけど、おしゃれだねって言われることあります。四つ目は、じゃんけんが強いことですかね。めっちゃじゃんけん強いです。AKB でじゃんけん大会があったじゃないですか。あれ絶対私センターだなっていつも思ってました。今何個言いました？ 3 つ？ 4 つ目は、優しいって言われます。怒らないだけなんですけどね。5つ目が、お金のやりくり上手だと思います。家計簿もつけてますね。ケチですね。まあ、悪く言えば、そうですね。はい。6つ目は、子供と仲良くめっちゃできます。子供とめっちゃ仲良しです。で、7個目が、結構勉強が好きなところですかね。趣味で勉強してます。模範生徒です。8つ目が、いい匂いってよく言われます。なんでだろう。香水そんな振らないんですけど、体臭かな。この爪は、めっちゃ泳げます。4泳法全部泳げます。めっちゃ得意。最後が、おっぱいがでかいところですかね。オッケー。難しいです。改めて自分のことを褒めるってなるとめっちゃ難しいですね。千尋さんはちょっと変わったプレイが好きと聞きました。どんなプレイですか？ほんと変わってるんですけど、コスプレが好きで、よく彼氏とかと、うさぎちゃん、セクシーバニーの格好をしたり、メイド服でやったりとかします。で、ちゃんとそのキャラになりきるんですよ。メイドだったら、普通にご主人様みたいな感じで、コンカフェ嬢の名残でやってます。エッチの際、彼氏の願望で絶対にありえない下着を着用したことありますか？アマゾンで買った大事なところが穴開いてる下着をつけたことあります。なんかあれ結構、丸見えなんで、あれは結構恥ずかしいですね。何も着てないよりも、ああいう、ちょっと見えるぐらいの水着の方が恥ずかしかったりしますね。はい。